セラミックアーティストの山脇てるりです。私は海外で5年ぐらい過ごした後に何を作りたいかと思った時に、日本人の心の拠り所って何なんだろうっていうのを特に帰ってきて感じて、八百万の神様だったりとか、こうすごいしっくりきて、そういった心の拠り所となるようなオブジェクトを作っています。この作品はインとヤンっていうタイトルなんですけど、実は表にも裏にも目がついていて、この壺がなんか自分の体みたいなイメージで、暗いとこも明るいところもどっちもあって見え隠れしているみたいなテーマの作品で、で私の特徴的なこのテクスチャーは土の柔らかさ、可塑性を伝えたくてやっているってところもあるんですけど、考え方的にその体って魂の入れ物であるっていう考え方に共感していて、なんでこれ結構こう透き通るというか穴がいっぱい開いてて出たり入ったりするようなイメージっていうのがあります。